明日02登場ですけどもね。そうだね、こんなに遅れるとは思わなかった。おもちゃ発売されてどんぐらい経ったかね、結構経って。前回の家電フレンズやった時に02のおもちゃ売ってたもん。ああ、そう、うん、そうそうそう。で、最近出たぐらいの時だったよ、ちょうど。だから1ヶ月ぐらい、おもちゃ出てから本編出るまでかかったっていう。きらめきシルバーも長かったしさ、うん。ギガントドリラーだっけか。あれまだ出てないからね。しかもあれさ、変形前の出てるんだよ、ずっと。ああ。変形前のやつ出てからロボットになるまで随分かかってるよね。うん、あんな長いことないよね。ああ。普通ああいう乗り物出たら次の回でロボになるじゃん。そう、そう、そう。なんであんな、長いもんね。もともとだってああいうスケジュールなんでしょ、多分。ああ、放送的にはずいぶん出ないでいるよね。しかもなんていうか、別にさあ、うん、これってこういう乗り物だと思ってたけどロボにもなるんだっていう感じでもないっていうかさ、うん、あの全然もうロボットの面影あるしね。まあね、正直、うん、なんで引っ張ってんだろう、うん、引っ張る意味がよくわかんないよ。ああ、まあ、それでいて本編面白いんだよね。キラメイジャーの面白さはなかなかだね。ちょっと面白いよね、結構ね、うん、最近またちょっと面白さ上がったと思うよ。あ、クリスタリア高道出てくるね。戦隊って追加戦士出ると面白くなるから不思議なもんで、うん、あの元々はつまんないとか言ってんじゃなくて、要はその新キャラって場を乱しがちなのに、うん、戦隊に限っては新キャラ出ると必ず面白くなるんで、うん、新キャラが最初敵だとだるいけどね。あー、最近だと誰だ、うん、ルパンパトレン X はあれ敵っていうのが何なのか最初から。まあ味方は味方だよね。ローキとか超嫌だったけどね。君本当にあれ嫌いだよね。あれ嫌いだけど今もあんま好きじゃないローキ。ああ、ないじゃん、あれそれまで味方だったやつを使って戦うからね。うん、敵として乗っ取りだからね。あ、子供がよがれと思って買ったおもちゃが敵になる、ね、あれはないよ。あ、一時的でも正直敵になる系好きじゃないから。そうだね、うん、ジュオージャーの映画で、うん、あのゾウとトラがさ、うん、敵に乗っ取られるんだけどさ、あ、それも嫌だった。なるほどね、うん、あのあれか、プテラゴードンも一回敵として出てきたけど、うん、プテラゴードンというかプテラリデオか、うん、あれもあれか、どっちかというとじゃあ君的にはよろしくないぐらいの感じか。まあローキとかよりはいいんじゃない。なるほどね、まあ、はるかにね、いい。ローキとかはダメだ。アバレキラーもあんま好きじゃない。ああ、アバレキラーなかなか凶悪だよね。うん、うん、そうですね。ああ、ライダーとかだともう主張が違うのでとかだからまたちょっと違うんだけど。なるほどね、うん、戦隊だと敵イコール悪だから。ああ、そうだよね、地球守ってる人とそうでない人の二極だからね、うん、だから戦隊で敵になる系は嫌だって。ああ、うん、ゼロワンの敵っていうか敵二つあるの絶対失敗だったよね。ああ、滅亡人類だけでよかったんじゃないっていう、うん、まあ、どっちかだよね。サウザーだけが滅亡人類だけでよかったんじゃない。ああ、うん、どうですかこの放送聞いてる皆さん的には。どうだろう、ゼロワンは。あんまでもね、多分この放送聞くレベルの人で、うん、より何て言うんだろう、ちょっとこう見るだけ見てますぐらいの人は多分この放送聞かないだろうから、聞くぐらい見てる人だと面白いって思ってる人そういないんじゃないって思うけど、どうだろうな、微妙なとこで。あ、みんな褒めてるのにけなす方が割と、でもどうなんだろうな、うん、あんまその場を乱したいわけでもないんだけど、そう、みんな喜んでる中僕がけなす分には、まあでも逆に、あ、こいつは何か言ってるけどねみたいに済むのかもしれないよ。みんなけなしてるとこで我々もけなしだすとなんかちょっと嫌な感じ、まあね、なりやすいよ。ちょっと数の暴力に乗っかってる感じになっちゃうね。うん、でも面白くねえんだもんないやでもどうしたって感じだったね、うん、最初めっちゃ面白かったのにね。そうなんだよね、1は相当面白かった。ああ、1はもうなんか今このいろいろ話展開された後で見ると絶対面白くないんだよ。そう、すごいよね、うん、なんか全部こう覆していったよね、悪い意味で。うん、どうなんだろうね、ジオウとどっち面白いかね、その。ああ。
ジオンも我々全然褒めてないもんね。ジオンは敵関連がひどかったからな、悩ましいよね。正直ジオンの方が良かったとも思わないとこはある、ね、でもさ面白い回はジオンの方が多い気がする。ジオンの方がディケイド的なダメさはあるというかさ、なんて言うんだろう、ディケイド的なダメさってさ、もうなんか受け入れるしかないとこあるよ。あこの作品はこういうもんなんだよっていう。僕あれだな、どうしてもあのジオンを思い出すと象徴されてしまうエピソードとしてはさ、うん、ウールは私が殺したけどスウォルツを許さないのくだりはやばいね、うん、あれゼロワンよりひどいね。そうあのくだりはそこを思い返しちゃうとさ、うん、ちょっとジオンの方ダメじゃないって思うんだよね。ちょっとそうだね。ああまああいつら最終的に VC にまで復活するんだけど、あれだよね、だからあのサウザー関連がさ、うん、まだうまいことを言い訳しようとしてる言い訳なんて、あのこれこれこうだったから秘伝を愛していたからこうだっていうのがさ、うん、まだワンチャンそれで納得する人いるって思ってやってそうみたいな、うんま、真面目寄りな弁解なんだけど、ジオのあれはさ意味不明だもん、どうしようもないからね、うん、あれジオの終盤最悪だったな。一人でも納得すると思ってあれ言ってるんだとしたら結構やばいけど大丈夫かなっていう、ね、ああ、うん、ジオもなんか序盤で若干こうなんかすごいストーリーが展開されるんじゃねえのみたいにいろいろ期待させる部分あったんだけども、ね、まあ、投げて、あってどうなんだろうね、投げるのとつまんないけど語られるのってどっちんだろうね。あゼロはつまんないけど語られる。そうだよね、割とあサウザーの返しのとか投げてたけど、あでもそうだね、あれも投げたけど、まあ、語ってはいるもんね一応。確かにそれどっちがいいって言われたらゼロワンの方がいいよね正直。うんそうだね。ああジオだって説明する気ないもんね。ね、うん、あれだな、君たちは何か考えたかもしんないけども、まあ答えは秘密なんですけどねっていうのが、ね、ジオとかディケイドのスタンスで、あのジオとかディケイドはハードル最初から下がってた分我々そんな言ってないんだから、ね、あそうだね、1話からまあ面白くないもんね。あジオ多分だけどさ、どっちがいいのって言われたらゼロワンの方がいいんだろうね。うん、かもね。総合するとつまんないだけで、一つの作品としてちゃんと完結させようとはしてるもん。そう、あとあの落差がすごかっただけであって、そうだね、うん、でジオはだって一つの作品で完結させようともしてないよ。ああ、仮面ライダーっていうのがあるんで見てねっていうやつだね。ジオとディケイド他の作品も見てねっていう前提で。ああ、でもそう考えるとジオとディケイドってすごい立ち悪いっていうかさ、うん、新しく仮面ライダー興味持った人、あ総集編みたいな作品だし見ようっつってディケイドとかジオを見たらさ、うん、あやっぱりつまんなそうだからいいや、子供が見ないと納得できるようなもんじゃないんだなって思われちゃうよね。うん我々ジオの評価低いでね。うーんそうだね、難しいな。でもその単体で見ればジオの方が面白い回自体は多かったと思うんだよね。ああゼロワンとして面白い回ってあんま浮かんでこないね。1話だよ。そうそうそう、1話だけ、ほんとそういうことなんだよね。せいぜい4話まで。ああまあギリギリ病院の手前までかな。ああ病院以降全部ダメで、しかもね病院までにしてもさ、あれ当時もちろん面白かったけどさ、今にして思えば同じような回何回もやってただけだからね、うん、面白いは面白いけど同じような面白い回を何回もやっただけなんだよ。うん、うん、2年連続でライダーが微妙っていう。セイバーで挽回してほしいけど、正確にはビルドの後半もイマイチだったから、あ2年半ぐらい微妙っていうことになってるけど、あ次だな。いやなんかその今 SNS とかもさ盛んでさ、役者の人とかもいっぱいやってるからさ、あんま文句は言いたくないんだけど。そうだね、うん、あんま文句言いたくないんだけども、褒めるのも違うじゃん。あ面白いと思ってないのに。そうだね、うん、面白いと思ってないもんね。ゼロワンの最初は結構本当にああ来たなみたいな感じだったんだけどね、うん、来なかったね。ああ来たと思っただけやっぱダメだった。ああ授業は最初から来たと思ってないもん。
あー、なるほどね。ジオの1はすげえ微妙だったよね。そうだね。うん。なんか、これから1年間祭り的なやつなのに、随分地味な始まり方だなって思ってる。で、しかもやっぱり2号ライダーはすごい攻撃的だし、みたいな。うん。ビルドの最終回は割と台無しになるし。あー。記憶失ったまま終わりってひどくないよね。ね。で、その後もなんか面白くない過去ライダー登場回が続いて、ゴースト回あたりでやっとマジになったみたいな。ああ。でもアギト回ぐらいがピークで、その後まあ微妙になっていって、ラストがゴビーっていう。ああ。うん。もうなんか、ストーリーとかやめるんじゃん、次。ストーリーとかやめる。うん。もうアクションの合間に、当たり障りのないストーリーを見てくださいっていう昭和スタイルにあえて戻ればいいんじゃないですか。でもゼロワンって割とそれだよね。ああ。ゼロワンとウィザードがそんな感じだよ。しかも現代人にそれはきついかもしれないね。もうストーリーは仲間がさらわれたのを救うだけっていう。ああ。毎回。全部それ。まあ要は、どの回だけ見てもいいよっていう感じのやつね。うん。代わりにアクションをすごい頑張るっていう。ああ。橋の上で戦ったり。なるほどね。もうなんか長いストーリー語るのダメなんじゃねえの。ああ、ゼロワン見るに。しかもだよ、仮面ライダーだったら長いストーリー語ろうとすると大体どっかでダメになるっていうかさ。そうだね、ダメになる。投げたり収集つかなくなったり。絶対つまんないがあるしね。ああ、あんま確かにさ、やめた方がいいかもね。一回やめてみるのはありだよ。どっかで手こ入れされてグズグズになったりするしさ。しかも今回みたいにウイルスで撮影できないとかになるとさ、まだ大変じゃん今。ね。もうそういうのないやつにすれば困んないからね。ああ。伏線とかなし。ああ、でもそれはそれでいいかもしれないね。もうその場しのぎでパワーアップとかまああるだろうけど、もう全体のストーリーは悪の組織と戦うのみっていう。どこか懐かしい感じって。そう。ああ。でもあれだね。そう言ってりゃだけど、セイバーの仮面ライダーたくさん出るっぽいからさ、うん、雰囲気的にね、絶対にストーリー重視だね。我々が今言うような、やめればって思っちゃってる方のストーリーっぽいよね。まあゼロワンと同じで。ああ、ゼロワンもライダーの人数無駄に多いもんね。一応聞くんだけどさ、うん、ボブが仮面ライダーたくさん出るっぽいって言ってるのはさ、うん、変身アイテムのベルトいっぱい出る、そういうことだよね。それ見て言ってるけど、そのことで言ってるね。あれがまあ本当に正しいのか分かんないけど、ね、なんか他にさ、仮面ライダーたくさん出る作品ですよって情報が出たわけではないんではないよ。ああ、そういうことか。ライダーもう次一人でいいんじゃねえの。一人だと我々文句言うんだろうね、どうせ。それはそれでまあなんかこう盛り上がりマンネリだとか ね、うん、言うんだろうな。難しい。なんかもうライダー多いやつダメだな。嘘、今ダメだよ。あ、今、あ、なるほどね。一旦落ち着いた方がいいんじゃない。ああ。ゼロワンってさ、うん、でも多い方に入るかな。めちゃくちゃ多いんじゃない。ああ。エグゼイドぐらい多いでしょ。か、確かにそうか。うん、なんかボブさ、どうしても仮面ライダー多いって言うと、リュウキとかガイムとか浮かんできちゃう。リュウキって実は多くないよね。ああ。リュウキだって同時に13人出るわけじゃないじゃん。まあね。同時にいるのはせいぜい4、5人だってね。ああ、そういうことか。うん。なるほどね。何話か出て去るやつ結構多かったよね。そうだね、うん、今はこいつの話メインで戦ってるけどみたいな。ゼロワンって退場しないじゃん。そうだね、そこがダメなんだな多分。ああ、そういう、まあ、退場厳密にはしてるんだけどね。ああ、復活早いんだよね。ね、滅びもだって返事しなかった時期はあったけどもいたしね。ああ、うん、だっている意味ないやつが多いんだもん、ゼロワンのライダー。ああ、なるほどね。あと、メズボ人雷のボーとさ、なきね、うん、ボーと行かずしいらないよ。かたくなにボーって言いたがるよ、うん、ボーさ、なんで最初さ、うん、いいやつ感出してたのにさ、今さら敵に戻ってそのままな。あれってさ、うん、実はっていうのあんの。別にそうでもないと思ってるんだけどさ、あの場では意見が一致したから、たまたま手組みましたよってこと。そう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 、最初から言ってることは一貫して今やってることなんだよね。うん。多分だからね、ナキはそこまでブレてないんだよ。うん。強いてブレたのは、まあ、滅びの夢流れか。あれもさ、その場だけだったよね、でも。ああ。うん。だから、なんか前振りだけして放置するのがすげえ長いんだよね、それは。で、仮面ライダーってそういうことすると忘れるからね。うん。
エグゼイドはその辺が逆に割とうまく作用してた気はするよね。あなんかゴーストとかいっぱいあった後だからまず期待があんまないじゃん。そうだね、ないからその場のやつだと思ったら後で回収されたりとか使われたりしてほーってなったみたいな。レベル1とかさね、あこれもう序盤しか出ないやつだなと思ったら実際そうだったんだけども、あ終盤1回出てきておーみたいな。うん、いやあ、甘つ味方になったね。まあなったね、完全にね。なんかもうちょっとまだそう言って回って油断させてやってあるっていう感じかなと思ったけど、もうそうでもないっぽいね。逆に今から敵になったら嫌だよね。いやでもさ、アークワン関連は嫌な予感するんだよな。あのアマツが死ぬんじゃないかみたいな意味も込みで、まあ死んでもいいんじゃない。ああ、正直あいつ逮捕だからさ、逮捕されないのが謎だからね、アマツね。逮捕しなきゃダメなやつだからね。そうなんだよね。だってダンクルトすら逮捕されてたんだよ。ああそうだよね。うん、逮捕されてる上で協力してるだけだから。ああアマツ逮捕しない意味わかんないよね。確かにそうだね。まあ、警察っていう概念があの世界にないのかもしれないけど。どうだ、でも警察出てきたことないか。ないんじゃない。警備員はいるけど、うん、警備員はいた。意外と本当にそういう世界観だったりしてね、うん、あのエイムズっていうものがそのあれになってるだけであって、うん、まあそういうことだよね。ああ、うん、まあ、来年に期待ですね。ね、来年っていうか再来月ぐらい。もう次回の家電フレンズやるときは下手すりゃゼロワン終わってるから、ね、そうだね、うん、多分8月やらないから。あ次いつやれるかもよくわかんないですからね、家電フレンズ。微妙だね。今回やってるのもギリギリだからね、割と。あ状況的にはなんなら明日にでももう、うん、ね、ダメやばいかも ね, ね言われるかもしれない、うん、いやまあ問題なければ9月半ばぐらいにやろうと思ってるけど、あ問題あったら10月とか11月とか。10月って言えば本来であれば、ね、年に1回の生放送ぐらいの時期か。別に封鎖されてなきゃうちに普通に新幹線で来りゃいいと思うけどね。なんかもう僕の家庭的にはもう今年行かないみたいですから。ああなるほど。青森には。ああ、まあ今行くとなかなかねやばい感じだからね。まあそうか、うん、みんな年を召されておりますからね。ね、うん、ね、そんな日々ですけども、あなんか最近おもちゃとか買ってますかね。まあブログ読めば買ってるのはわかると思いますけど。そう、カードとか買ってる。それ以外言うことないね、うん、正直なところ。あ、僕はじゃあ今回家電フレンズで買おうと思ってるものが、はあ広角機動隊のプレスのゲーム売ってたら欲しいんだけど。なるほど。ああまあでもそんぐらいだな。サンダーライ欲しかったんだけどヤフオクで出てたから買っちゃったよ。買ってたよね。ああ完品だったね、サンダーライ。あー今すごいね、完品あるの。うん、定価よりは2倍ぐらいしたけど、定価1300何十円だからね当時。あーそれの2倍ぐらいだからまあいいけど。サンダーライのおもちゃさ、ファイヤーエンとギミック同じだからさ。そうなんだよね。面白くはないね。ああ。サンダーライ別にそんな好きでもないし。女子人気高そうだけどね。うん。あれ確かに男が見てるとなんかホモ臭い感じになっちゃう。竜のホモの友達だもん。ああ。あ、そう、ファイヤーダグオンのミニプラが出ますね、皆さん。ダグファイヤーも出るんでしょ。そう。で、ファイヤーエンも出るし、うん。僕は心配だから予約したけど。ボブもな、あれ、ちなみに発売はいつなんだっけ。11月ぐらいじゃなくて。あースーパーミニプラって割と青森だと売ってりゃ余ってるイメージだけど、うん、まあ、ジャスコかアメリカンパラダイスに行けば発売日ならあんじゃんよね。ただ夜とかだとどうかっていうのはあるけど、あーギリギリかなみたいな。あれ3箱入りで3箱完結だから、あ確実に欲しいならまあ予約した方がいいんだろうね。予約した方がいいよな、うん、え、あれってさ、今のところどうなの、あのなんていうの、ファイヤーエンシリーズが出て終わりそうなんだって気が。まあパワーダゴンとファイヤーエンが次あたり出るかもよみたいなとこまでは発表されてる。ああ。
特に他のメンツとかの感じではないか、まだ。うん、まあ売れたら出んじゃん。なるほどね。だから売れてもらわないといけないからね。売れるかな。今予約めっちゃ締め切られてるけど、ね、あ、じゃあいけんじゃない、もしかして。うん、相当売れてるっぽいけどね。なるほどね。ネットの雰囲気的には。はあ、こんなに長い間ダグオンは放置されてきたけども、すごいよね。まあ、放置されてきたからこそみんな欲しいのかもね。ついにその時代が来たか。うん、あれなんだよな、これカメラ冷ますためにさ、うん、窓の方に冷房やってる結果さ、ああ、すごい我々が暑いよね。そうだね。どうする、一回さ、うん、火そんな出てないから我々に冷房向けるか。うん、あとは火出てないっつってあれ心配になってきたのはさ、うん、天気ちょっと悪いよね。そうだね。これ8合目までコースかもな。ね、なんか無理に上行くのやめた方がいい感は、ああ、ちょっとあるよね。ね、心配あるよ。吉馬行ってみて、ああ、まあ降ってないなと思ったらリフトに登って降りて、うん、こりゃいいかっていうのはあるけど。そうだね。どうなんだろうね、今日の雲の位置はどの辺なのか、果たしてスカイラインで雲を越えるかどうかみたいな。うん、仙台割と朝豪雨だったからね。ああ、あ、でもね、僕この間さ、弘前に、まあ、ちょっと夜に来た時があってさ、うん、今まで見た雷の中で一番雷鳴りまくってた時があってさ、はあ、あ、なんていうの、やけにその日さ、空が光るなってなってたの、うん、って思って、パッと横見たら開けた場所でさ、はあ、稲妻落ちまくってんだよ。なるほどね。弘前のこの辺の道慣れないけどすごいね、なんかあよくわかんない道になってる。ああれだな、これどっち優先とかもようわからんことになってるね。うん、例えば免許更新してよ、この前。すげえどうでもいい話だけど、免許ゴールドになりましたね。あ、ついに君も、うん、まあ、当然だよね、乗ってないんだそうだね、君ゴールドになるしかないもんね。うん、無事故無違反だよ。ああ、何しろ免許取ってから一回も車乗ってませんからね。ああ、そうなんだ。ドライブの時に取ったから、ああ、6年ぐらい乗ってないんじゃない。あ、取ったのも遅かったんだっけか。そうだよ、大学の時に暇だったから取ったんだ。ああ、身分証明書として使うために。なるほどね。うん、ドライブやってたね、当時。ボブだってあれで、ボブ免許取ってからさ、車買うまで随分かかったけど、うん、そうだね。それで買ったの、ドライブの時。うん、取ったのは高校生の時だからね。うん、あ、車ない時代のなんか過酷な雰囲気すごかったけどね。ああ、自転車でなんか、そう、職場に行ってみたいな。だってさ、しかも夜中にみたいな。あれでボブ、身長に対して体重痩せすぎだったんだよ。今からは信じられないけど。うん、だってあれだよ、やばいね。その時の証明写真実は車に積んであるんだけどさ今見たら誰ってなるよ、はあ、正直。なるほど。なんかガリガリの人だからね、はあ、家電フレンズみんな職に就くと病んでいくっていうね。みんなあれで家電フレンズに限らずだよ多分。まあそうだよ、人間みんなそうだよ正直。うん、ああね、そんな日々ですけどもね。あ、この景色家電フレンズ初だからね。そうか、珍しいと思うよ。弘前城の近くなんだね。うん、いわゆる弘前城は一回行ったことあるかもしれない。ああ、そうかもしれない、うん、あれ、弘前が舞台のフライングウィッチっていう漫画があってさ、うん、はいはい、その舞台この辺に集中してるね。なるほどね。今なんならちょっと通り過ぎてきた左の店みたいなのあったんだけど、うん、そこに住んでるキャラクターとかも出てくる。なるほどね。そう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 、うん、で多分ね、出てくる道とかも大体この辺だしね。なるほど。そう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 、うん、フライングウィッチ好きはこの辺歩いてるだけで聖地巡礼しまくりということに。うん、我々も青森が舞台の漫画でも作ればいいんじゃない。あー、ろくでもないことになりそうだけど面白そうだよね。うん、青森舞台にするからには青森が活かせないとっていうのあるよね、うん、我々が活かそうとするとネガティブな方向に聞かねないよね。なんかすげえなんか近所の人が嫌な目で見てくるみたいな何ねん、その話そんなことあったっけ。なんか
近所の家の人の悪口をずっと家族が言ってるとか、なんかそういうストーリーになってくんじゃないのそれ一応聞くけどさ、うん、何かしら実話が元になってるのよ。そこまでなってないけど。ないよね、うん、僕がその話初めて聞いてる、まあ、そういう感じっていう。そんなあったっけ、うん、近所付き合いは悪くない方だからね我々、うん、あ、僕は近所付き合いとかないけどマンションとか。ああ、まあそうか、うん、いつもいんな向かいの家の年寄りみたいな。ああ、なるほど、ね、その程度で会話とかない。あの引っ越した時に隣とか話したりさせないの、ね、しないしない。あ、そうなんだ。逆にさ、自分の立場で隣引っ越してきた人に何か挨拶されたら嫌だねって言ってたんだよ。あ、嘘、うん、そっか、気持ち悪くない。でもさ、なんて言うんだろうな、まあ、確かに僕その気持ち分かんないって言ったら嘘になるけどさ、うん、でもなんかそれが普通みたいになってるから、まあそれはそれかって合致しない、うん、そうでもないかな。まあ戸建て住宅だったら挨拶した方がいいかもしれないけど、マンションだといらないんじゃない。でもさ、あれね、フィクションとかでもさ、うん、マンション引っ越したら大体隣に越してきましたって挨拶するのなんか普通みたいになってない？違うかな、まあ、まあフィクションだからだよね。ああ、まあ別にいいんだけどね。別に挨拶してきたところでまあそうなんすかってなるけど、普通になると思うけども。ああ、そんな日々ですがね。あ、ほら左にあったあのいわき、うん、スカイライン、うん、そんなね日々なんですけど。あ、極温温泉とかあって。極温温泉ね、そんな感じでね。あ、なんか最近ありましたか。あ、なんか最近あとなかったかな。あれなんだよな、ボブがあの言葉とか放送向きじゃないことばっかりいつもやってる、はあ、あのさ、今さ、ボブの腕見てる人に見せられないけど、レンジマンに見てもらうとさ、うん、めっちゃ赤いと思うんだけど。そうだね。昨日午前3時台に家を出て、はあ、ボート借りて、はあ、手こぎのね。なるほどね。で、日中ずっと釣りしてたんだよね。はあ、で、酔うわ焼けるわね。そうよね。もう顔も今さ、実は焼けてんだよね。はあ、そんなことをしてたしさ、うん、僕釣りっていうのはいつかやりたいなと思ってんだけど。ああ、そうかい。なかなか機会がないからね。しかもさ、あれだね、仙台場所悪いか、釣りっていうことで言うと、うん、あんまないんじゃない。海そんなないよね。うん、あってもあんま行きたくないっていうのもある。あ、仙台であんま海行きたくないよね。あ、なるほど、うん、釣りね、イメージ的に。ああ、ちょっと悲しい感じになるからみたいな。なんで。ああ、そうか、まあ、うん、そうだね、今のは僕はあんま聞かない方がいいやつだった。僕のテンションもちょっと下がっちゃう。ああ、そうだね。ああ、ああ、ああ、僕は今まで仙台に住んでいて関わってきた人たちもどうにかなっちゃったのかなみたいな。知らないけどね、何も。ああ、ちょっと怖い感じにはなってくるよ。ああ、そうだね、うん、あんま行きたくないっていう。ああ、もっとなんか適当な川とかさ、まあ海でもいいんだけど、釣り堀的ななんか普通の入場料払ってやるみたいな。ああ、それぐらいの適当なやつがいいよ。確実に釣れるしね、うん、そっちの方が。はん、そしてね、釣って食うのとか目的じゃないもんね。ああ、見えてきましたよ。そう、目の前に見えるあの雲かかった山が岩木さんだね。うん、要はね、今から車でスカイラインを登っていくと多分あの雲を大体突破するんだよね。なるほどね。あの雲かかってるあたりが多分まだスカイラインだから。うん、8号目とかね。なるほどね。あの雲の上にリフトとかがあるわけよ。うん、リフトン、リフトンがね。あれだな、キラメイストーンの名前の法則とかもいまいち分かんないというかさ。ダストンみたいな。ダストンいる。ダストン、この間一番最近出たやつ。ローランドね。そう、ローランドとか、キャリー、うん、あのまあファイヤージェッタ、ヘリコ、マッハ、チョベロ、うん、って思えばエクスプレスだもん。うん、もうエクスプレスほんと嫌いだからね、実は。ははそう。あいつだけ人格ないじゃん。ないね。しかもさ、あいつだけ2つの石に分かれるじゃん。うん、あのもうおもちゃの都合でしかないよね。はあれだけ完全に乗り物として出てくるからね。え、だってイマジネーション関係ないからね。エクスプレスだけ2個に分かれるの意味分かんなくない？うん、まあ、あれじゃあ1個の石でいいじゃんみたいな。うん、
だから法則が崩れてんじゃない。まあ僕キラメイジャーの乗り物全体的にあんま好きじゃないけど、ああ喋る意味もよく分かんないし、まあね確かにね、目あるけど目がどこにあるのかよく分かんないっていうのもなんか中途半端ですわ。目ある、目あるよあいつら。本当目あるでしょ。あそうなんだ。あれ目なんじゃないの、透明なあの赤とかになってるとこ。でもそれ言ったら全身じゃない、だってマシン昔話とかの あのあれ見るとさ目あんじゃんみんな。あーそういうことね。あれもだから本編の方はあれ透明になって見づらいだけで目になってんじゃねえの。あれあ違うの。え、ポブ的にあのなんていうの、仮面ライダーとかガンダム SD キャラにすると目が描かれてる、あれのノリかなって思ってるけど、うん、そう見せかけて割と目っぽいモールド確かにあったなと思ってる。あそうなんだ、うん、それ知らなかった。でもあれ目あるんだと思うけどね、よくわかんないけど、おもちゃとか地図図目で見てないから。おもちゃ持ってるけどさ、うん、そんな目って感じの場所ない気がする、はあ、あれ多分さその時だけ描いたんじゃないかな。どうなんだろう、まあそのレベルでね、あったとしてもね、その中途半端さ。あのそういうことで言うと僕はあのキャッスルドローンのおもちゃ目としての意味不明だったけど、うん、あれ意味わかんないね。なんでああしたんだろうねあれ。あれ目閉じてる方がいいって思う人誰もいないじゃん。いないよね、うん、単純にいらないもんねあれ。目開いてたらもうちょっと欲しくなってる可能性ある。僕なんなら当時っていうかレンジマンに言われるまであれ目閉じてるんじゃなくて、うん、本当は目のシールとかあるであろうやつをシール貼ってないみたいな、要は白目的なね、うん、扱いなのかなって思ってたけど、そうでもないんだよね。キャッスルドラインよりひどいでかい目がないね。ないね、うん、あれが一番ひどいでしょ。ついであのイグアナゴーストライカーだね、うん、あれの方がまだ戦うだけマシだよね。あキャッスルドライン戦うかって言ってもなんかエナジーみたいなのが食いに来るだけでしょね。ほぼたまに戦ってたけどね、うん、あのあいつミサイルとか発射できたし、うん、多分ジオのあれの方がキャッスルドラン印象に残ってるよ。そうだね、うん、それこそだってタイムマジン化されてたのキャッスルドランとイグアナゴーストライカーの共通点、多分おもちゃダメだったつながりで、うん、多分だからそのダメさを改変するためにタイムジャッカーが使ってんじゃん。敵でもいいかっていうのもあるし、そう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 、どうせ売れてねえしね。超余ってたね当時。ああイグアナもまあ割と今はもう新品で売ってるよね、トイザラスとか行くと。うん、見かける。ゼロワンバイク乗りましたね。乗ったっけ。乗ったじゃん、先週。ボブそのレベルになってんのやばいな。どうでもいい移動シーンで乗ったよ、バイク。乗ってる時オープニング流れてたよ。ああ、そうかもしれないね。うん。そうか。先週さ、あの、JO じゃねえや、ゼロワン始まってさ、歌やるじゃん。うん、歌終わったらまたオープニング流れてるね。ああそうだったね、多分そうだよね。あれも変だったね。ああ流したかったって制作側が言ったやつね。うん、流したかったじゃしょうがないよ。ああでもさ、ゼロワンのオープニングってそういう感じの曲じゃないからさ、うん、流れてよし勝つぞって雰囲気でもないみたいな。うんうん、まあね、そんなに。じゃあさ、プリキュアも復活しましたけど、まあ、僕一応も見てないんで。ああ、もうあれね、今さ、うん、間に総集編っていうか、今止まってた期間、うん、が挟まった上で今14話ぐらいだったと思うんだけど、そうだね、10話ぐらいまでは見てんだよ。うん、もう全話撮ってはある。ああいつか見るのがね、ああ多分見ないんじゃないかな。スターティンクルも5話ぐらいまでしか見てなくて、あと全話撮ってあるけど、あ消すか迷ってるね。だってね、プリキュアぐらいになってくるともう録画してあるの全話よし見ようっつって見るレベルの量じゃないもんね。うん、強いて言うならばアニメ一気見っつって13話を1日で見るような人はいるから、うん、それを4回ほど繰り返せばまあ見終わるんだろうけど、うん、まあ今4日かけて。正直それプリキュアでやるんだったらヤマトとか見ちゃうもんね。あれだよね、良くも悪くも1年やる子供向け番組だからさ、うん、一般的にアニメと言われるものと比べて一気にして面白い度はちょっとまあ低いっちゃ低いんだけど、うん、毎週見るものだから、そう似たようなことやってはいるわけだよね、うん、ストーリーが進まない回もいっぱいあるし、しかもストーリー進む回の方が面白いかっていうとそうでもなかったりするんだよね。ああそうだね、普通の回の方が良かったりするね、プリキュアとかは。ああウルトラマンゼータ始まりましたね。面白いよね。僕は4話ぐらいまで見たよ。
まだ4話か。うん、テレストドンの前の回までみたいな。なるほど。うん、ああ6話とかね。6話かな、5話かな。テレストドンの前、うん、あれと戦ったかいだな。ゴモラか。ゴモラ、そう、ゴモラ。それ3話じゃない？3話かな。ってことは4話ってなんだっけ。じゃあ4話テレストドンだよ。あ、テレストドン見てないから。じゃあ3話まで見たんだ。で、5話がペギラ。そう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 。で、今日がジード出るんでしょ。そうだね。うん、あと何だっけ、名前忘れた、あの機械の怪獣、ギャラクトロン、ギルバリス。ああ、ジードかなんかに出てる。そう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 、うん、あれだね。やっぱジャグラーがさ、うん、出てきて盛り上がったね。だろうね。ああ、ウルトラマンは一つの作品でキャラクターを使い切れないからさ、うん、強いね。しかもさ、あれだよね、戦闘シーンが本当面白くてさ、うん、毎回工夫されててね。そうだね。なんか退屈するシーンがないようになってるよね。ああ、Z は。正直ね、Z 見てると日朝も頑張んなきゃって気にちょっとなってきちゃうね。まあキラメイジャー頑張ってると思うよ。そう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 。キラメイジャーも怪人ちゃんと面白いからね。ね、キラメイジャーさ、めっちゃ面白い。ちゃんとさ、積み重ねを守ってるっていうかさ。うん、守ってるよ。例えばだけど、成長が感じられるよ、キャラクターの。クランチュラとかもさ、うん、初めて地球行ってきてマシュマロ食って、なんかこう、まあ、地球で面白いもん見てできたぞって言ったら、次の回本当にマシュマロの怪人出てくる。うん、通常回もちゃんと見た方がより楽しめるけども、単体で見ても面白いよねっていう、適当というのは適切だね、ちょうどいいねっていう感じで意味なんですけど。ああ、そういうバランスだよね。ね、うん、これさ、カメラさ、割とバッテリーがそろそろやばいんじゃないかと思ったけどさ、一応録画まだできてる。ああ、頃合い見て帰るから。あれだよね、だって次にさ、ひろあきさん着いたらだけどさ、うん、変えつつさ、持ってかなきゃダメなの。そうだよね。そうだよね。うん、まあ、持っててこのカメラで撮る方がいいからね、一応。ああ。まあスマホで撮ってもいいんだけども、普通の本編動画につなげるんだったら GoPro で撮った方がいいから。そうだよね、編集的に。しかもだけど、うん、GoPro ってそういうもん撮るもんみたいな。そうなの、ね、歩いてる時に手ぶれとかがあんましないよっていう。ね、多分何を考えても GoPro 持ってった方がいいんだよ。うん、さすがにお買い物パートにつける動画でもないしね。うん、そうだね。本編内でその動画あった方が絶対いいからね。うん、いやー、まあいろいろありますけどね。ああ、日常には。そうね、うん、頑張れはロボコンが来週公開ですけども。あ、もうそんな早いんだ。うん、あれどうすっかなって感じだね。見たいは見たいんだけども、映画館行くのめんどくせえって。ああ、ご時世的にもね。うん、あ、同時上映興味ないっていうのか。ああ、そうだね。うん、ああ、同時上映多分見れば面白いと思うんだけど。ああ、まあ君まだそうだろうけどさ、うん、ボブとかはあれだもんね、もうああいうの見れなくなって長らく経っちゃう人もだから。僕は子供アニメ大好きだから。ああ、見れば面白いんだよ。お尻探偵とかたまに見るけどすげえ面白いなって思ってるよ。なるほどね、うん、そうだよね。おじゃる丸見て泣けるぐらいの人だからさ、うん、絶対そういうの楽しめるんだよ君は。今週もおじゃる丸見てる。ああおじゃる丸面白いね。僕だって前も言ったけど、最後に見たのあれだもん、常連客が店番してる時に来てコーヒーくれ、いつものくれっつって。ああ、あったあった。で、どうするのがいいんだって悩む回だもん。あったね。あれだよね、トミーさんだっけかね。うん、トミーコーヒーの店やってるやつ。コーヒーの店やってんのは、あの湯飲みみたいな頭のやつでしょ。そう、四角い。トミーはあのカズマの小さな、細長い方か、トミーは。うん、そう、あのあいつなんだよ、コーヒー画面になる人だよね。なんでジョニーみたいな名前じゃなかった、違うかな、なんか変な名前だよ多分ね。外人系だよ、あの仲間たち4人ぐらい全員確か外人系の名前だったよね。あのトミーの仲間たち、メガネのちょっと太いやつとジャージみたいに着てる痩せてるやつと、ああ、マスターとトミーの4人。そう、マスターに誰だったかが店番任されて、
常連客が来て、ケンさんだか薄井さんだったかな、ね、そうだよね、 そいつら出てたよね、その回、そう、うん、で常連客にいつものって言われて、うん、しまったってなんで、ね、注文する方も気づけよって思うけどね、違うじゃんいつもの人、そうで、いつものって何ですかって聞くのはさ、不遂だねみたいな、そう悪い感じするし、かといっていつもの分かってないのに適当に出さなきゃにもいかんぞっつって悩みまくるんで、うん、で最終的に出した答えが全部コーヒー5種類ぐらい出して、いつものとあとはおまけですっつって、うん、って解決する回があった、うん、まああれだよね、今僕も割と楽しそうに話したのにおじゃる丸って見ればそういう面白いもんなんだって思ってるけど、うん、おじゃる丸毎週録画した方がいいぐらいに思ってる。ああ、うん、はなかっぱがどうも好きになれないまま10年経ちましたね。あ、君で好きになれないとなるとなかなかだね。はなかっぱの問題でまずゼンマイ侍を終わらせて始まってるところなんで。ああ、なるほどね。そう、ゼンマイ侍は好きだったよ。ああ、うん、ゼンマイ侍見たかったのになんかクソいなかっぱ始まってさ、ああ、しかも話もなんか面白くないんだよかっぱは。なるほどね。まあつまんないってわけでもないんだけども、なんか盛り上がりにかけるっていうかさ、あ、なんかお母さんが子供に見せたいアニメですねみたいな。なるほどね、うん、そういう感じなんだよね。あー、まあ意味はなんかそれで伝わってきたけどね、うん、あー、子供が見て面白いっていうよりは、うん、お母さんが子供に見てほしい教育よりな感じ。そう、教育よりな感じなんだよ。あー、の割になんか敵のガリゾーってやつに対する扱いがひどいっていう。あ、なるほどね。そう、アンバランスさ。ああ、うん、ゼンマイ侍やってた頃の君とか嘘袋くん生き生きしてたもんね。うん、毎日見せてたよゼンマイ侍を。人形劇でゼンマイ侍のネタとかやってるもんね。やってたよね、うん、談合言とかやってたもん。すごい口悪かったけどね君たちモノマネしてるゼンマイ侍。おいらもゼンマイ聞こしちゃうぞって、生クラ刀だと思うなよてめえって聞きかかってたもん。そう、オイラのゼンマイキコキコしちゃうぞっていうその決め台詞もさ、ああ、なんか微妙にいかがわしい。あ、そうだよね、もうちょっと予想思ってたけどね。その辺もやっぱ良かった。あ、当時中学生の家電フレンズ的にはそうだね、面白かった。ああ確かに僕も今うすうすと思ってて、正直オイラのゼンマイキコキコしちゃうぞちょっとおやってた。だって否定できないよね。ゼンマイの形もまあちょっとね、ああ、ちょっと気がかりな形してるし。そうだね。うん。うん、ゼンマイ侍の必殺技もちょっと怪しい感じだよね。あれさ、ちょっとあれだよね。洗脳的なやつだもん。まずいよね、うん。団子食わせると強制的にみんな和やかになるっていう。あれあれだよね、なんかきび団子にヤバいもん入ってる説とかと同じような、うん、ちょっと心配になるよ、あれ。ああ、うん、なめざえもん食った瞬間にさ、それまであんなんかあれだったやつがさ超揉めてた。